美味しそうだな。おかえり万の家、バン。バンディです。ウンさんです。ウンさん。とあるオートキャンプ場を目指して今運転しております。お肉食べよう、ウンさん。イエーイ。もしかしたらすごい桜が綺麗かもしれない。桜の木の下でお酒飲んで車中泊したいんですよ、僕は。そうね。けどまだちょっとね寒いですし、今日は下見。下見。はい。お肉。車中泊ね、本当はしたいんだけれども、まあちょっとね、今のご時世的にわざわざ体を壊すようなね、企画をするのはやっぱちょっとねっていうことで、とりあえず下見。それではキャンプ場に目指していくぜ。ブン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 。何あれ？遺跡。遺跡。一気に田舎になったね。急に変な山もあるし、秘境に向かっていく感じになる。いらっしゃいませ。ここです。着きました。受付です。つきまんぼ、つくつきまんぼ。さあやろうバーベキュー。あの向こうの方はね、いわゆる河津桜っていう早めに咲く桜がいっぱい咲いて綺麗だったんですけど、ちょっと工事中っていうのもあって今日はここでキャンプを張りたいと思います。準備できました。はい、いいじゃん。めっちゃくつろげるじゃん。これ自分家のように外でくつろげる空間がこれで叶うということでですね、僕らはまず手洗いから始めましょう。これだ。はい、組んできたのでいつでも手が洗えます。まあ、あっち行けばいいんだけどね、すぐそこ。まあ、ほんまやね。はい、今日という日はね、僕は待ち望んでいたんですよ。まず何で焼くかっていうのでこれを買ったんですよ、ね、これケース型のミニバーベキューコンロの卓上の開いて、すごいかわいいですね。かわいい。設置すればほら、ここで肉が焼ける。うん、素敵。こんなも買っちゃった。ほら、トランギアのちっちゃいケトル。かわいい、かわいい、かわいい。これね、ほらちょっとコーヒー飲みたいわって。まあこれはとりあえず、うん、置いといて、置いといて、どんな肉買ったのかですよ。私が用意 しておきました。じゃん。肉袋っていうお肉の福袋を楽天で買ってきました。お肉の福袋です。はい、これ1万2000円ぐらいします。1万2000円ダダン。おお。すごい。5パック5パック入ってますね。5パック入ってる。ハンバーグです。なかなかすごい美味しそう。すごい美味しそう。ロースすき焼き、すごいですね。そしてこれも牛だね。ちょっとリッチな切り落とし。これは鳥ですね。鳥。阿波緑。徳島県産の豚ロース。すごいね。徳島のお店なんですか。徳島のお店じゃないですか。これ食いきれない。だって食いきれないのは持って帰ります。1.3 キロとかある。すごいね。今日はね、このね、楽々炭っていうのをアマゾンで買ったんで、マッチ1本で着火剤不要。じゃあ着火するよ。すごいね、すぐつくじゃん。くさ。すごい、なんだこれ。大変だ。あ、めっちゃ火出てる。本当だ。すごい威力強くない。何からやりますか。ハンバーグ。ハンバーグ。ほら、ほら。すげえいい匂いするんだけど。めっちゃいい匂いする。すごいいい匂いする。すごいいい匂いする。わあやばい、網がめっちゃ曲がってきた。うわー、うわー、火が大丈夫なんこれ。ついてます。おいしい。肉で巻いてあるんだこれ。薄い肉で。まだまだ。わあすげえ、これ美味しそう。俺の皿にこれしか乗ってないのおもろいな。ちょっと割ってみますか。あ、いってるじゃん。結構いい感じですね。どう？うまっ。うまっ。外で食べる肉うまっ。
ちょっとやったら今やっぱ。本当？失敗しちゃったね。この肉美味しいね。めっちゃうまい。これ無限に食える飲み物だな。こんな美味しいハンバーガー初めて食べたかもしれない。マジ？本当、うん。めっちゃ肉の味がリッチ。うん。おにぎり。一個ずつ。よくない？うまそう。肉の脂吸って。もしもし噛んでよ。もし。肉焼けた。食べてみようか。どう？うんま。美味しいね。はい。何でしょう。これは焼きすきを今からしようと思うんです。それをやるよ。牛脂を塗りましょう。一番最初にやんなきゃいけなかった。うん。でか。手で申し訳ないけど。はい、わかってるから。なんて素敵な色なんでしょうか。美味しそうだな。あれ混ぜて待ってて。はい、できた。あ、うまい。もういい。いいよ。だってすごいいい肉だもん。いただきまーす。どう？どうしたの？うまー。うまー。私もやってみていいかしら。うちの中が全部幸せになった。何が入ってるんですかこれは。これは砂糖と卵とめんつゆの濃いやつですね。もう食べれる。じゃあいただきます。うん、うん、めちゃくちゃ美味しいんだけどこれ。これはやばいね。これやばいよ。これで俺今からコーヒー飲むから一回休憩。お腹ちょっと膨れたんで。およそ3分ぐらいですかね。もう湯気出てきてる。これもう お湯になってる。お湯ができた。わー、お湯だ。チンチンのお湯できてるわ。コーヒーできた。すごい。コーヒーだ。うん。あー、うまー。入らないでよ。綺麗。いやー、天気もよくてあったかい、いい感じだよね。うんちゃん、せっかくアウトドアなのに引きこもってるじゃん。そう、これは野外引きこもり。なんでそんな端っこにいるん、そして。居心地がいいからこん中、うん、ついね、長居しちゃうね、うん、まあテントだと思えば。トイレットペーパーね、さっきホームセンター行ったら売ってたから買ったんだよね。第2弾行こうぜ、ご飯。鶏を焼こう。うん、うぃ、うわー。うわー、パリパリに焼けてる皮が。すごいね。わー、美味しそう。そう、切って焼いた方が火通ると思うけど。めっちゃよく切れるじゃん。これ雪の嬢さんくれて。すごい、超うまそうですよ。めっちゃうまそうに焼けてます、鶏肉。なにこれ、楽しい。わっほー、これが炭火焼き鳥です。いただきます。いただき、美味しそう。うわ、しっかり焼いたね。うん、うま。鶏の味がしっかりしてますね、うん、これ豪華な焼き鳥。柔らかいね、中までしっかり火も通ってる。すごくない？鶏全部食ったじゃん。うん、もう焼いたらちっちゃくなったね。どこ触ってるの、いやらしい男ね。無視された。さあ、ちょっと豚肉は持って帰ることにしたので、ちょっとリッチな切り落とし。切り落とし、あー、うまそうだな。もう食べれるよ。焦げちゃうよ。うわー、やべえこれ。おいしい。うまい。すごい贅沢三昧ですね。明日お肌がツルツルですよ、こんないいお肉食べて。私はもういいかな。これでさらにお酒が飲めたらもっと幸せな。止まるんだったら飲めるわけです。うん、うまい。そのまま。はい。いかがだったですか、うんちゃん。美味しかった。ハンバーグがね、めちゃくちゃ美味しかったんです。美味しかったよ。ハンバーグがマジで飲めるハンバーグみたいな。焼きすき焼き良かったね。良かったね。まあ、久井さんはキャンプでしたが。うん、私に肉のあれしか言ってない。そう、肉のことしか言ってない。キャンプのこと言うなと思って。肉の感想しか言わない。だって好きだから肉。次はね、また車中泊。
デイキャンプと言わずキャンプをしたいなと思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。コメントよろしくお願いします。はい、今日のコメントテーマはキャンプ場でご飯食べる以外にみんながしてること。ああそれいいですね、うん、参考にしたいと思います。はい、というわけで皆様いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。そしておかえりなさい。はい。